いつもご覧になっていただいてありがとうございます。ババアです。ジジイです。今回は神奈川県横浜市にあります屋形船に乗船してきました。横浜の屋形船は3社あるのですが、今回は屋形船浜新さんに乗船しております。それぞれの屋形船の乗船場所が異なりますのでご注意ください。今回は深利桟橋というところから乗船いたします。みなとみらい線のみなとみらい駅からのスタートです。みなとみらい駅の改札を抜けたら5番出口のエスカレーターを登っていきます。距離はありますが地上までエスカレーターを登っていってください。こちらが出口になります。5番出口を出るとこっちが右側の方にクイーンズスクエアがあって、で左側にはマークイズがあります。で階段を上ったらそのまままっすぐ歩いて行っていただければ深利桟橋の方に向かって行けますので、でここがまっすぐ歩いてくると前に大きな交差点が見えてきます。前がパシフィッコ横浜、大きな展示会とかやるところですね。結構広いんですよ。で右側に見えてきた帆の形のホテルがインターコンチネンタルホテルです。では信号を渡っていきたいと思います。だいたいみなとみらい駅から徒歩で深利桟橋は5分ぐらいで着きますので、で後ろ振り返ると大きな観覧車ですね。下は遊園地になってます。で前に深利桟橋観光船乗り場って案内が出てますので、結構簡単な道なので初めて来る方も分かりやすいとは思います。で右側にデイリーストア、目印はそうですね。でここがインターナショナルと書いてある、バス乗り場で突き当たりまで来ると先には海が見えてきますね。ここが大きい駐車場です。で突き当たりをこのまま右に行きます。でこちらの信号を渡ります。そうすると遠くの方にベイブリッジが見えてきますね。左側に見えるのが深利桟橋かな。ここが乗り場になります。近くまでやってきました。周りはこんな感じ、ベイブリッジが後ろにあって、みんなねジョギングしたり釣りしたり、ここが深利桟橋です。あ、こちらが深利桟橋の中です。ちょっと気まずいので外に出てきました。あ、見えました。あれかな、乗るのは。あ、来ましたね。今回は
屋形船浜新さんです。定着してます。揺れる。では乗船していきたいと思います。久々ですね、屋形船は。なんか平日なのに結構お客様いるかもしれないですね。こちらです。はい、ありがとうございます。こっちで靴脱ぎたいと思います。あ、はい、どうも。本当だ。今日はちょっと一番安いコースにして飲み放題をつけてみました。久々なんで楽しみですね。乗り合いコースではコースが選べますので、飲み放題をつけたりしてお得に楽しんでください。私たちは朝なぎ午前の一番少ないプランでしたが十分でした。出発しました。行ってきます。それでは皆様、本日は屋形船浜新ご乗船いただきまして誠にありがとうございます。では本日27名様で本日の乗り合い船の方をやらさせていただきますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。では船の方を早速出港の方をしまして、お先にこれから向かう先なんですが、私から見て右後ろの方になります観覧車と、あとランドマークタワー、あと結婚式場、あと新しくできたロープウェイですね。こちらの30分ぐらいすると、お料理の内容が違っております。お知らせの方が出ておりますので、参考にご覧になっていただければと思います。では本日自分らが船長を含めまして3人でお手出しの方をさせていただきます。では限られたお時間でございますが、一生懸命やらさせていただきますので、皆様最後までどうぞよろしくお願いいたします。こちらがお刺身で、こちらがお塩で、こちらに縁取り、大きいごまマヨサラダと、サーモンの生姜焼きと、豚タンの炭火焼きです。こちら開けるとです食べちゃいましたけど、タチウオ慌てて食べちゃいましたけど、タチウオの煮付けです。イカの天ぷらが来ました。お食事も美味しくいただき、船が動き出したので船の上に行ってきたいと思います。夜になって夜景が綺麗になってきたので動き出しました。なので屋根の上に乗ってきました。あっちに見えるのがゴンドラになります。やっぱね、横浜に、神奈川にいるんですけど、横浜の夜景はすごく綺麗ですね。大好きです。こちらの観覧車は20時ぴったりとかジャストの時間になると光がすごく綺麗になります。やっぱね、表から見てるのと全然違う風景が見えるので、船もたまにはいいですよね。ここが遊園地の裏ですね。あ、来た来た、ほら、怖い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 、桟橋桟橋、怖い怖い。おお、すごい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 。通り越しました。ベイブリッジの下に豪華客船が止まってます。あれ、世界一周行くんですかね。
はい、もうそろそろベイブリッジの下くぐります。風が強いので風の音うるさかったらごめんなさいね。ね、これは船に乗らないと見えないベイブリッジの下です。浜新さんはプカリ桟橋と大桟橋から乗船ができます。50分間でお食事を楽しんでその後走り出します。走るルートはベイブリッジの下をくぐり U ターンして大桟橋、プカリ桟橋と戻ってきます。神奈川の方も地方の方も横浜とってもいい場所なのでぜひ乗ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。インスタグラムもやってますので、よかったらフォローお願いいたします。もしよろしかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。